皆さんこんにちは、トーコです。今私は、バス停にいます。夜中の12時なんですけど、これから5時間かけて、深夜バスに乗ってロンドンに来ます。で、サムネに多分あると思うんですけど、ウェールズで美容院に、ね、行くとね、こけしみたいなすごい変な髪型になってもうね嫌なので、今回はメガバスっていう5ポンド、だいたい700円ぐらいでロンドンまで行けるバスがあるので、それに乗って行きたいと思います。バスに乗り込みました。まあ、こう車内見ていただいたら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ空いてますね。はい、ほとんどお客さんがいないです。多分3人ぐらいしか乗ってないと思います。普段はこうなのか、今コロナウイルスの影響があるのでそのせいかわかんないですけど、暖房も効いてるし、携帯 の充電もできるし、トイレもあるし、まあ、5時間でもこの環境だったら全然、そんなしんどくないんじゃないかなと思います。で、今日は5ポンドでロンドンまでなんですけど、あと1ポンドの時とかもあるんですよ。140円ぐらいで行けたりとか、あとイギリスの国内旅行ね、これを利用して私もどんどん行こうかなって今思ってます。で、こう今話しながら思ったんですけど、本当になんか成長したなっていうか、度胸がついたなっていうか、私がイギリスに来た当初、まさか一人で深夜バスに乗って旅するなんて考えすらなかったですね。もう今思えば笑っちゃうんですけど、例えば信号一つ渡るのでもすごい、もうとにかくビビりまくり、今何をするにも緊張して、何をするにももうビビってたんですよ、本当に。で、コンビニでガム一つ買うのももうドギマギしたりとか、でもその頃に比べたら本当になんか、慣れましたね。なので、まあ、留学最初とか海外生活最初ってすごく緊張したりとか大変だと思うんですけど、私がちょっとね先輩面させてもらうとすれば、必ず慣れるので、はい、最初ね踏ん張れば大丈夫です。では明日5時からまた観光するので、もう寝たいと思います。おやすみなさい。ロンドンに着きました。今はこのバスを降りたビクトリアステーションというところに着いたんですけど、バスがね意外とね寝れなくてちょっと疲れてるんですけどしかも今まだ5時半なのであんまりどこも空いてなくて、まあ、とりあえずホテルに向かおうと思います。はい、ただいまの時刻7時ちょうどなんですけど、さっきのビクトリアステーションから、ホテルと美容院があるコベントガーデンにやっと着きました。本当だったら30分もあれば十分着くっていうことだったんですけど、私ロンドンに慣れてなさすぎて、地下鉄もちょっとわけわからなすぎてめっちゃ迷って、なんとまさかの1時間半もかかってしまいました。で、これからホテルに向かいたいと思います。なんか可愛いパブみたいなの発見しました。朝のこんな静かなロンドンって歩いたこと一回もなかったんですけど、結構いいですね、この静けさも。こちらもすごく素敵ですよね。なんかイギリスって普通に歩いてるだけでこういう古い建物に出会えるのがいいなと思います。はい、今日私が泊まるホテルに到着しました。ここを選んだ理由はこのね、ちょうど横に瞬時ロンドンっていうのが見えるかと思うんですけど、この美容院に明日行くので、でさらに私コベントガーデンって1回来てみたかったんですよね。なのでここを選びました。はい、それでは今ホテルに着いたんですけど、これからフラワーマーケットに向かいたいと思います。バスの深夜の5時間とあと地下鉄でもだいぶさまよってちょっとね疲れてきたので、お花の匂いを嗅いで癒されたいと思います。この辺りは多分あれですね、ミュージカルとかがすごいあるエリアっぽいですよね。なんか劇場っぽいのがたくさんあります。今駅に向かってるんですけども、あまりにも景色が可愛すぎてもう目移りしてしまって、なんか全然たどり着けないんですよねさっきから。
今バスに乗り込んだんですけど、ちょっと驚いたのがこの電光掲示板があるんですね。もうめっちゃ助かります。これウェールズはもうこういうのないので自分で探さないといけないので、本当にこれあったらもうめちゃくちゃ助かりますね、旅行者とか。はい、それでは最寄り駅に着いたのでこれからフラワーマーケットに向かいたいと思います。すごい可愛いおしゃれなお家ですね。やっと着きました、コロンビアフラワーマーケットです。隣にあの公園もあるのですごいいい感じです。ちょっとどうしようか迷ったんですけど、私もこの綺麗なバラをね見つけてちょっと立ち去ることはできなくて買ってしまいました。しかもこの量で10ポンド1400円ぐらいだったのですごいお得ですよね。こちらの有名なベーグルが売っているブリックレーンに来ました。さっき あのフラワーマーケットからだいたい10分ぐらいで着くことができました。ここ2軒ね連なってて、どっちが美味しいかってよくあのなんか対決とかしてる動画を見るんですけど、なんか黄色の方が美味しいっていうのを聞いたので黄色にしてみようかな。あ、でも白の方がなんか並んでる。このね、並んでる方に惹かれたっていうわけじゃないんですけど、両方ちょっと覗いてみたらこっちの方が明らかにいい匂いがしたので、ちょっと野生の勘を信じてこっちで買ってみたいと思います。ここでベーグルを作ってるんですね。すごいですね。とんでもない数のベーグルがありますね。ここはあの 24/7 でずっと空いているので夜とかでもね来れますよね。でここで一番有名なのがあのソルトビーフベーグルっていうのが有名なので、それを頼んでみたいと思います。ちょっとねあの食べてるところは映せなかったんですけど、感想を言うとこれはね流行るの分かるっていう感じ。もう本当にね肉がめっちゃ入ってるんですよ。でベーグルが結構甘くて、で肉が私にとってちょっとね塩辛すぎたんですけど、まあ、結構塩辛くて、でそしてあのピクルスとマスタードいるかって聞かれるんですけど、私は両方つけてもらったんですけど、多分ねマスタードはねいらないと思いますね。あのピクルスはすごくあのその肉の油と合っていい感じなんですけど、まあでもとにかくすごい量だった。もう私ちょっと残そうかなって思ったんですけど、まあ、一応食べたんですけど、でもし頑張れたらこの黄色と食べ比べようかなと思ったんですけど、とんでもないです。この一つだけでももうちょっと
無理だったので、まあ、どっちが美味しいかっていうのは私は分かんないですけど、この、まあ、白い方もかなり、はい、美味しいと思います。あとはこの辺りは古着が多いですね。で、私もここに来たのはベーグルを食べる目的だったので、これからコベントガーデンに戻ろうと思います。もう今ならね、コベントガーデンのお店も開いてると思うので、はい、戻ってちょっと散策したいと思います。コベントガーデンに到着しました。なんかこの蜂蜜みたいな壁の色とこのグリーンがすごい可愛いですよね。このコントラストが素敵。あ、こういう感じでちっちゃなお店がね、いろいろ入っているっていうのがなんか名物っぽいです。ここはなんか私もっと手作り系のショップとかがあるのかなと思ったんですけど、シェイクシャックとかムーミンショップとかフランスのなんかチェーン店とか結構なんか知ってるようなお店が多いかもしれないです。コベントガーデンはすごい本当におしゃれというか芸術アートがすごい気がします。このなんか生け花風かわかんないけどなんかそういうのがあったかと思えば、このシャンデリアとかソテツ、なんかこれ私小学校の時にあったような気がするんですけど、こういうのが一つ一つ違うけど融合してるんですかね。まあ、アートのことはちょっと全然わかんないですけど、なんかもうね、ちょっとしたお店のインテリアがもうめちゃめちゃ可愛いですよ。こちらもなんかよく見たらこの野菜なんですよね。もう野菜もコベントガーデンに来たらもうアートになっちゃうっていう。これはなんかフラットの名前を書いてあるだけかもしれないんですけど、これすらもなんかおしゃれじゃないですか私だけなんかもうコベントガーデンマジックにかかってるかもしれない。はい、今晩ご飯を食べにベトナム料理屋さんに来ました。まだお昼 の、 ブリックレーンのベーグルがすごいお腹にまだずっしりあって、ベトナム料理ぐらいだったら食べれるかなとか思ったんですけど、結構、ね、頼んだものが実はすごいなんかヘビーなものを頼んでしまったっぽいです。イギリスって写真がないんですよね、メニューに。だから結構頼んでみないとわからないっていうのがあって、それがね辛いところなんですけど、もうすごいね美味しそうなので楽しみです。ちょっとね今食べかけでちょっと汚らしくて申し訳ないんですけど、これめっちゃ美味しいです。なんかブンっていうらしいんですけど、日本のベトナム料理屋さんでこういうの食べたことなくて、イギリスで初めて食べたんですけど、すごいですね、新感覚ですね。なんか混ぜ麺みたいなけど、すごいヘルシーだし、もやしのシャキシャキと、あとレモングラスとかハーブがたくさん入ってて、その上にこのフライドオニオンかガーリックかなんかわかんないんですけど、これが乗ってて、いろんな食感が楽しめてすごい美味しいですね。これハマりそう。ホテルに到着しました。一応ねホテルツアー的なのをしておきます。ほんと普通のねビジネスホテルって感じなんですけど、結構広いと思います。でトイレとかシャワーもすごく綺麗ですね。で、こちらの値段がもう激安の35ポンドですね。このコベントガーデンの中心地で、1泊5000円っていうのはもう本当にすごいと思います。なので、まあここね、たまに安くなってるんですよ。トラベロッジっていうんですけど、もしロンドン来る方いたら、ぜひチェーンなので調べてみてください。はい、今日はもう本当にめちゃくちゃ歩き回ってすっごいもう化粧も取れまくってめちゃくちゃ疲れたんですけど本当に楽しかった。もうやっぱりフラワーマーケットが一番楽しかったかもしれない。なんかもう心の底からここに住みたいっていうか、こんな生活ができたら本当に楽しいだろうなって、なんかそこに住んでる人たちを見ながら感じましたね。なんか毎週日曜になったらあんなマーケットが開かれてるわけじゃないですか。まあもちろん
観光地になっちゃってるから観光客とね共存していかないといけないっていうのはあると思うんですけど、毎週日曜日にね、なんか家族とか犬とか連れてフラワーマーケットに行ってお花を買ってって、なんかすごいいいなっていう風にね感じましたね。で、そうそうそう最後に私言いたいことがあってビデオを撮ったんですよ。今日3月1日なんですけど、コロナ肺炎について伝えようと思ってて、今のイギリスの状況なんですけど、私この旅行を計画したのが1月の最初で、まだ全然コロナそんな言ってない時期だったと思うんですよね。で、ここ最近、本当にここ3日ぐらい前に私が旅行に行くってな、もうワクワクしてきたと同時にコロナがヨーロッパに出始めたんですよ。で、ついにその私の来る前日かな、ウェールズでも患者さんが出てしまったんですね。で、ちょっともう行くのやめようかなって思うぐらい結構怖かったんですよ。なんか差別の問題とかがあって、で差別にあったっていう人もいたので。でも実際に私今回全然差別的なことは感じませんでしたね。であとはなんか日本で今食料品の買いだめとか買い占めとかいろいろあるっていうことなんですけど、なんかイギリスももしかして同じ経路をたどるのかなっていうのがあって、なんか日本で最初なんか抗菌剤とか除菌剤とかがなくなって、マスクがなくなってって、でだんだんなんか食品とかにエスカレートしていったって感じじゃないですか。でイギリスは今同じような感じで、その衛生用品が足りないんですよね。もうこの間スーパー行ったんですけど、サニタイザーっていうの殺菌とかああいうのがもう全然ないっていう感じでした。まあ、これからねどうなるのかわからないんですけど、まあ、とりあえず現状イギリスはそんな感じです。ではいよいよ明日ですね、日本人の美容院に行きたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。昨日はもうすごい疲れてたみたいで、すぐに寝ましたね今日はメインの、もう何がメインか分かんなくなってきたんですけど、メインは美容院です。美容院に行きます。ちょっと私のね、今日今メガネ美容院だからコンタクト入れたんですけど、別人に見えますよねただでさえのっぺりした顔がさらにのっぺりしてると思うんですけど、なんか恥ずかしいです。いつもね、なんでメガネしてるかっていうと、まあ、誰も興味ないと思うんですけど、20年ぐらいね、もうずっとコンタクトしてたんですよ。で、40代に差し掛かったあたりからもうね、コンタクトができないぐらい目が乾いて、もうすごいドライアイがひどくなったんですよね。で、もうそれ以来全然もうコンタクトできなくなっちゃったんですけど、私みたいな方いらっしゃいますか？私のビデオを見てくださってる方って結構同世代の方が多いんですけど、同じような症状の方いらっしゃいますか？よかったら教えてください。はい、では行ってきます。はい、美容院から戻ってきました。新しい髪型いかがでしょうか？私はね、すごく気に入っています。店内の撮影許可が下りなかったので、ちょっとね映像はないんですけれども、すごく日本っぽくって、サービスも技術も雰囲気とかおしゃべりとかもまるで日本にいるようないい時間を過ごさせてもらいました。で、ロンドンの日系の美容院っていうのはランクによって値段が分かれてるっていうのが主流みたいなんですね。で、私が担当していただいたのが一番下、下って言ったら失礼かもしれないんですけど、一番値段の安い美容師さんで、もう私はそれしかもうちょっと出せなかったんですけど、それで8000円だったんですね、一番下のレベルの方で。なのでちょっと心配してたんですけど、満足のいくようにしていただいたのですごく感謝しています。で、あとこちらのサロンでは宿毛矯正もされてるそうです。だいたい5万円ぐらいでやっていただけると思います。日系のねサロンってすごい高いんですけど、まあそれがね相場かなっていう感じでした。はい、ではウェールズに帰ります。はい、最終帰る前のお昼ご飯なんですけど、昨日のベトナム料理があまりにも美味しかったのでまた同じところに来ました。
これはライスの上にいろんな香味野菜とかビーフとかそういうのが乗っていて、で下にソースが入ってるらしいんですね。でこれを混ぜて食べる料理みたいです。今バッキンガムパレスのところを走ってるんですけど、まあちょっとコロナバイオリスの影響あるかもしれないですね。前来た時よりだいぶ空いてると思います。ただ曜日とかもあるので何とも言えないですけどね。ちなみにマスクしてる人はもうほとんど見ないですね。1名だけ電車の中で黒人の方がマスクしてたんですけど、それ以外は街でマスクしてる人は一人もいないです。で今回一人旅でちょっと寂しかったんですけど、このねビデオを作ることですごく皆さんと一緒に旅行してるような感じで、私自身も楽しかったです。ではいつも見ていただいて本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。こちらがフラワーマーケットで買ったバラです。ちょっとね長旅ではあったんですけど、無事に家まで元気なままたどり着くことができました。でこちらが色違いで買ったんですけど、これもすごい綺麗ですよね。本当に絶妙な色で、サーモンピンクとなんか淡いベージュの組み合わせっていう感じです。